聖火学校菓子職人、パティシエになるために学ぶための教育訓練施設の通称、洋菓子、和菓子を両方、または片方を特化して学ぶ施設とがある。学科としては、菓子科、聖火科などが設置されている。菓子職人、パティシエには、関連資格として、国家試験の聖火衛生士があり、聖火衛生士法で定められている。このため、 いくつかの施設は、厚生労働大臣が指定する、生化衛生士養成施設の認定を受けている。関連する協会として、全国生化衛生士養成施設協会がある。その他の関連資格としては、菓子製造技能士、パン製造技能士がある。施設の種別としては、学校教育法に規定される、短期大学、専門学校、職業高等学校と、 職業能力開発促進法に規定される職業、訓練施設がある。施設によっては、夜間開校しているものや、通信課程を設けているものもある。なお、これらの法令で、規定のある施設の他に、いわゆる、お菓子教室などがあり、小規模なものから、東京海間クッキングスクールなどの規模のものが、日本全国各地にある。 北海道宮城岩手栃木群馬茨城埼玉千葉東京神奈川、長野新潟石川福井富山県静岡愛知三重、岐阜市が京都大阪なら兵庫島根岡山徳島愛媛高知広島山口福岡長崎佐賀大分鹿児島沖縄県ありがとうございます